香りがすごい。はい、どうも料理のお姉さんリュウジでーす。ね、まあこんなありさまなんですけども、まあね、ツイッター見ていただいた方は分かると思うんですけども、この間ですね、ウーロン茶をですね、大量に送りつけられましてですね、事の発端はまあちょっとウーロン茶さんとね、お仕事で3レシピぐらい作った時があったんですけども、そのお礼ということでっていうような流れになって、ウーロン茶さんから10ケース送りますよみたいな、あーなんか調子のいい状態いってるなと思ったんですけど、なんとですね、本当に10ケース送りつけられましてですね、本当にそういうことするんだみたいな感じでですね、ツイッター見たら分かるんですけど、あのね、ものすごい量だったんですよ、10ケースって。でですね、これどうすんのみたいな話になりまして、まあ、ちょっとウーロン茶さんにあの言ったら、あ、すいません、あの1ケースの予定だったんですけど、なんかちょっと手違いで10ケース送っちゃいましたみたいな。手違いで10ケース送るとかあるそれ。事故だよね、それね、もうね。まあ僕ね、ウーロン茶たまに飲むから嬉しいんですけど、さすがにね、240本、だって1日1本飲んでも半年でも使い切れないっていう状況に陥りまして、もう正直ね、あのどうしてくれるんですかっていうような話になったんですけども、そしたらですね、240本使い切るまでレシピ考案してくださいみたいなですね、そんなお仕事をいただきまして、まあそれにしてもね、ウーロン茶だけでそんなにレシピ考えられるかっていうような話なんですけどね、本当にね。結構レシピ開発してるんですけど、最近はね、もうね、ウーロン茶ばっか、美味しいものを作るのはもちろんなんですけども、このウーロン茶をどう消費しようかっていうことしか頭にないですよ。とにかくね、頭をね、悩ませています。ウーロン茶さん、聞いてますかということでですね、まあ、今回はもうしゃあねえなっていうことで、じゃあもう作ってやろうじゃないかと、なんかもうやけパチになりまして、一応まあいやいやって言いましたけど、ちゃんと僕うまいレシピをサントリーウーロン茶のために考えましたから、これめちゃめちゃうまいですね。ウーロン茶で炊き込む炊き込みウーロン茶豚飯、これをですね、今回作っていきたいと思います。はい、ということでですね、やっていきたいと思います。炊飯器を使ってですね、やるんですけども、まずですね、洗ったお米1合分を入れます。もうね、これお米洗っておりますのでね、ここにですね、もうこの状態で調味料を入れていきます。まずですね、3倍濃縮のめんつゆです。大さじ2半ですね。あとですね、お醤油が小さじ2です。で、あとお砂糖ですね、お砂糖はね、小さじ2ですね。ちょっとね、これ固まっちゃってるけど、お砂糖ですからこれね。ここにですね、ウーロン茶、ウーロン茶を注いでいきます。で、注ぐのはですね、まあ、今回1合分ですので、白米の、1合分の線まで入れます。だからね、平らなところでやってくださいね。で、こんな感じですね。玉ねぎ、薄切りにしてある玉ねぎ、これをね、8分の1個ですね。お肉、豚バラ肉です。 120g。 僕はね、あんまり包丁をやりたくないので、ちぎります。こんな感じで、なるべくね、細かめにちぎった方がいいかな。これね、超簡単なんですよね。で、なんでじゃあこれウーロン茶で炊くのっていうとですね、ウーロン茶って結構香りが、ね、いいんですよ。なのでですね、こういう炊き込みご飯をする場合って、あの豚肉とか使うと必ずニンニクとか生姜とか入れないと臭みが残っちゃうんですよ。でもウーロン茶を使うことによって、このね、豚の臭みっていうのは、ね、一切なくなるんですね。これがね、このレシピのね、最大のポイントになります。サントリーさん、感謝してくださいね。これね、いいレシピできましたから。全部ちぎり終えます。結構ね、お肉の量としては多めです。炊飯器の方に入れていきたいと思います。こんな感じです。で、あとは普通に炊飯するだけです。はい、それではですね、炊飯が終わりましたので、オープンしていきたいなと思いますね。さあ、中はどうなっているんでしょうか。オープン。あっ、香りがすごい。混ぜてみたいと思います。こんな感じですね。あ、すっごいいい感じになってますよ。色はね、すごくね、濃く出てますよ、これね。すごく美味しそうだ。じゃあね、これはね、ちょっとね、盛り付けていきたいなと思います。そう、肉がね、たっぷりなんですよ、これ。結構ご飯の方から盛り付けまして、お肉の油でね、すっごくね、ご飯がね、ツヤツヤで立ってますよ、これね。すっげーうまそう。 YouTube は香りがね、伝えられないからね、欲しいですね、このね、炊飯器からね、立ち上るこの開けた瞬間の香り、これをですね、皆さんにね、ほんと伝えたいんだけど、伝わんないので、ここからね、僕がね、美味しく食べて伝えていきたいと思います。これですね、 Twitter だとね、半熟卵を入れてたんですね。今回はですね、違うトッピングにしたいなっていうふうに思います。小ネギですね。小ネギをこうパラパラと。小ネギはね、あの食感と香りをプラスしてくれますからね。あと彩りですね。彩りもね、料理ってね、すごくね、大事ですのでね。はい、こんな感じでね。で、今回はですね、ここに僕のお得意の卵黄、これはうまいだろう。で、これだけだとちょっと寂しいので、紅しょうが、はい、を添えまして、うまそうですね、これ。それではですね、こちらで炊き込みウーロン茶豚飯の完成です。
はい、それではですね、できましたので、早速食べていきたいと思います。今日はね、ウーロン茶を消費するためにね、ウーロン茶飲みます。いただきます。まあ、うまいけどね、もう相当飲んだからね炊き込み飯の方をいただきたいと思います。最初に僕はこちらを、はい、割って、このね、この卵黄を絡ませていただきたいと思います。いただきます。マジでうまいですね。あ、ウーロン茶との相性もいいですね。味的にはね、お砂糖も入ってるような少し甘辛い感じなんですけども、とってもね、深みのある味がしてます。豚バラを使ってるからでしょうね。豚バラが油をこうご飯全体に回してくれるので、米もすごくね立ってます。もう皆さんね、多分ね、焼かずにそのまま炊き込んでるんで、豚の匂いどうなのっていう風に思ってる方もいるかもしれないですけど、これね、うまいことね、このウーロン茶がねちゃんと消してくれてますよ、本当に。いやもうね、いいレシピ作ったな、これは。すごくね、いい香辛料を入れて炊き込んだご飯っていう感じがします。このね、高級感をね、ぜひね感じてほしいな。でですね、今回はですね、ちょい足しをしていきたいなっていうふうに思います。まずですね、七味ですね。結構ね、優しい味になってるので、これ少しね、スパイスを効かせて、食べてみようと思います。いただきます。間違いない。ピリッと辛みと香りが乗ることによって、結構ね、豚バラの脂が回ってるので、こってりとした味も、この中に入ってるんですけども、これがですね、うまいこと七味でね、緩和されてものすごく美味しいです。あとね、ちょっとね、もう一個試したいのがあるんでね、これですね、マヨネーズ、カロリーにカロリーを乗せましょう。ちょっと、いや、これは絶対うまいでしょ。いただきます。やべ、マヨネーズをかけて追いカロリーした後のウーロン茶めちゃめちゃうまい別にこびてないですけど、めちゃめちゃうまい。まあでもね、これ本当にね、すっごくよくできたレシピで、僕自体もお願いされて作ったとはいえね、すっごくね気に入って、すっごく美味しいレシピだなっていうふうに思ってるんですけど、正直ね、僕はね、料理研究家なので、もうこのクオリティをねずっと保したいんですよ。なんですけど、ウーロン茶まだまだねめっちゃ残ってんすよね。結構ね、頑張って使ってるんですよ。試作とかね、やっていろいろね、やったりして。これね、このクオリティの料理をこれからね、展開していくのどうしようかなと思って。僕ね、もう正直ね、これすごい好きだから、これ以上のレシピはね、俺、作れる自信がね、ちょっとなくなってきましたね、これね。本当にね、誰か助けてほしい、これ。まあそこら辺はちょっとね、いろいろ考えるとして、まあでも、こちらの炊き込みウーロン茶飯は、ものすごくですね、僕の自信作になりますので、ぜひ皆さん、ウーロン茶で炊き込んでみてください。はい、それではですね、今回のレシピ、美味しそうだなとかですね、やってみたいなと、1ミリでも思っていただいた方はですね、ぜひぜひ、試してみてください。よろしくお願いします。